残り2周回を迎えていきました。前をキープは7番の小林、2番手には1番の石井、その後ろに4番の猪子、2番戸田美代子は4番手、3番の田畑、6番の佐藤、5番の中西と続いて展開変わらぬまま打者を迎えていきます。さあ誘導外れています。誰が仕掛けていくでしょうか。6番の佐藤がじわっと動きを見せ始めるものの大きな動きはなく、4番手から戸田も少し動きを見せるが、3番田畑が本前仕掛け、あとは5番中西も後方から仕掛け、この3番5番が前段に変わって残り1周回を切ってきました。これで3番手となったのが7番の小林理子、1番の女王石井は現在4番手、その後ろ4番猪子、2番の戸田が続いているという状況。最終バック手前から1番の石井がまくり、2番の戸田が続いていく、7番小林理子絡んでいきますが、2番手は混戦状態も2センターで2番の戸田が取り切りました。あとは追って6番佐藤、4コーナーから直線、さあ石井を取られるか地元戸田ですが、ここはなかなか差が縮まりません。石井を仕切って5輪、1番2番6番